女子カーリング日本代表では女子カーリング日本代表の出場メンバーと成績についてまとめる。カーリング競技は1998年の長野大会から冬季オリンピックの正式種目として採用された。2002年のソルトレークシティ大会までは世界選手権の成績に基づき世界カーリング協会が出場国を選出していたが2006年の 鳥の大会から過去3年の世界選手権の成績をポイント化した上位チームと開催国を合わせた10チームが出場権を得ることとなった。さらに2014年のソチ大会からはポイントによる選出を過去2年の成績に基づく8チームに変更し、2チームを世界最終予選からの選出する方式に変更した。毎年3月中旬から下旬にかけて開催される。 日本はスウェーデンで行われた1990年世界女子カーリング選手権大会で世界選手権初出場を果たした。前年の日本選手権で優勝したチームがその年のパシフィックアジアカーリング選手権に出場し、上位に入る特にとして翌年の世界選手権の出場権を獲得する。ただし、実際に日本代表として世界選手権に出場するチームは、 その直前に行われる日本選手権の優勝チームである。2018から2019シーズンにより新設。世界カーリング連盟が主催する大会で、世界ランキング等を基準にして選抜された8カ国が出場する。世界各地を転戦し、3節の予選と最終節の計4節にわたって行われる。なお、ワールドカップのみ、日本代表決定戦は行われず、 日本カーリング協会が協議した上で派遣チームを選考する。毎年11月に開催される。2010年まではパシフィックカーリング選手権という名称であり、基本的には日本選手権で優勝したチームがその年のパシフィックアジアカーリング選手権に出場する。上記の通り、基本的には日本選手権で優勝したチームがその年の パシフィックアジアカーリング選手権に出場するが、2012年から15年は、日本選手権上位チーム、2018年は、ピョンチャンオリンピック、日本代表のロコ・ソラーレが、日本選手権に出場していなかったため、日本選手権を優勝したチーム、富士急との日本代表決定戦が行われた。カーリング競技は2003年の青森大会から、 アジア冬季競技大会正式種目として採用された。現在は、開催年の日本代表がそのまま出場するため、代表決定戦闘は行われない。個人の国際大会出場数ランキング。OG イコールゴリン、WCC イコール世界選手権、WMXCC イコール世界ミックス、WMDCC イコール世界ミックスダブルス。 WJCC イコール世界ジュニア CWC イコールワールドカップパックイコールパシフィックアジアパジェックイコールパシフィックアジアジュニアアメリカンワイヤーゲージイコールアジア冬季大会 WAG イコールユニバーシアード w i g イコールユース五輪 OK イコール五輪公開競技 OK イコール五輪世界最終予選ありがとうございます